よし。じゃあ、今回、もういろいろ前回のうちにね、準備したので、暴走工業に行きたいと思います。じゃあ行きましょう。暴走工業はね、初めて探索するから、まあ全然入り口しか行ってないからね。結構喧嘩絡まれそうだよね。金髪坊主の兄さんがえらい勢いで暴走工業に走っていったよ。確かあのお兄さん、番長集金人とか呼ばれた有名人じゃないかな。まさか暴走までって聞くなを仕置きすんのかな。そんなに有名なのか、金髪坊主。誰だったっけ名前。高島か。まあ、だいぶ強かったからね。暴走工業の番長は菊永みたいだね。名前出てたけど今。いやー楽しみだね。さて、目指していきますか。いきなり絡まれたりはしないのか。ああ、行き止まりか。でね、ヒロシと大竹とでまた行こうかな。ぼちぼちはいいんじゃん。よっ、ヤスオちゃん。そういえばさ、ヤスオちゃんのことを好きって言ってた子、その後どうなったんだい？なんでかって？それ、有名人の女関係は情報入れとかなきゃ。情報屋としては失格でしょうよ。同じこと言わない。同じことしか言わない。じゃあ、あれか。学校行かなきゃいけないな、また。レーナのイベント進めなきゃな。それもやんなきゃだな。うわ、絡まれそうだな、いきなり。絡まれそうな気配するな。やっぱり？やんのか、これ。俺に、触れると、やけどするぜ。きたー。うしょー。うしょー。よし、よし、いいね。ギタギタだったな。こういう時に、ああ、まあ飲んでももう遅いね。アイテム拾えたらいいのにな。うわ、もうめっちゃ絡まれんな、この辺歩いてると。おい、行くぜ。奥歯、ガタガタ、よし、取ろうか。おいしょ。3対1でしばるじゃん。絡まれるね。やんのかこれ。この俺に喧嘩売るだ。いい度胸だ。いいね、絶好調。おいしょ。うらうら。おいしょ。おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ。よーし。雑魚は大したことねえな。全然。余裕だな。めっちゃいんな。いきなり喧嘩って言いよかった。おーら、いけおら。おいしょ。いいね。サクサク進みそうだな、こりゃ、学校まで。高島か。高島どうなってるかな。大丈夫かな。まあ、あいつあんだけ強ければ。いいって。うるえ。よいしょ。うるえ。うるえ。うるえ。いって。バカ野郎。あ、お金拾わなきゃ。よいしょ、500円。よーし。結構複雑な道と見せかけて、結構行ける場所決まってんな。おら、行ってー。行って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 。おいしょ。
おいしょ。よーし、だいぶ強くなったな、ヤスオ、マジで。うお、こっ、危なっ、引かれるかと思った今、こっ、びっくりした。こっちなんかあんのかな、アイテムあんま落ちてないな。めっちゃくるー。おれいって、よーし、ナイスだ。あーだ、頼むぞ。ちょい、おいしょ、おいしょ、おいしょ。もういいよ、もういい、倒すよ、倒すよ。容赦ねえな。やっぱでも安尾はこの学ラン姿にさ、リーゼントが似合うな。かっこいいわ、やっぱ一番渋いね、この感じの格好がさ。なになになに。何やっとんじゃお前。よし、え、おいしょ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 、ちょちょちょ、何人いんだ、おれ、おいしょ、ヒロシかよ、吹っ飛んでた、ヒロシ大丈夫？大丈夫かヒロシ、やられてねえよなお前。怖いんだけど。あんまりアイテム落ちてないな。この辺とか落ちてるかな。あー落ちてないのかな。落ちてないな。うえ、おれ、番長と上昇は。いらないこれ。これいらない。楽勝だなこの辺の敵。やっぱザコはもう楽勝だな。さて、また強くなったな。いいね。なんか変わってた今。必殺技の名手。おお、いいね。やっぱね、この、誰だっけあいつ、陣馬高校の番長。いて、外した。この必殺技結構広範囲にダメージ与えて、草はクソ便利なんだよね。おいしょ、おいしょ。誰だっけ名前、ハチヤだ。ハチヤの技いいわ、強くて使いやすくて超便利、これすごくいい。よいしょ、すげえ。よし、なんだこれ、絡んでくるやつは全員ぶっ倒したかな。大体やった、アイテム落ちてた。あったあった。拾っちゃおう。ビール瓶。ちょっとこれシャバくなるわ、これで殴ったら。これで殴ったらシャバくなっちゃうから、ちょっと使えないな。いるねー。はい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 、どいてもらおうか。よし。一発で倒せるな。強い安尾。かっこいいな、マジこの服。さすが安尾のために仕立て上げられたやつだな。え、何あれ、あ、あれ岩か。岩か、あれ。なんかと思った。なんか横たわってるのかと思った。すごいな、こう見ると体力の差が。やっぱりヒロシと大竹の差がすごいな。こんなに違うんだね。安尾600だから大竹超えたね。やっぱ全然強かったからね、大竹の方が。よし、じゃあ行くか。え、いきなり、うん、ばいってぇ。そらそうか、乗り込む日は飲んだもんな、こいつらからすれば。ちょ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 、いった、逃げてねえよ。あー、うっとしい。誰が逃げただ、こら。吹っ飛ばされて逃げたことになっちまった。
舐めたことしやがる。やっぱ学校に入るといきなり喧嘩売られんな。体力回復しよう。ヒロシどこ向いてんの後ろ向いてんじゃねえよ。決まんねえやつだな。もうちょい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 。よし、回復した。よし、あいつらも喧嘩売ってきそうだな。高島いねえな。入ったらイベント起こるかなと思ったんだけど。あ、ここか。うわっ、あんた勘弁してくれ、俺らの負けだ。菊永はどこにいる？知ってんだな、菊永って。やっぱり名前、菊永さんなら学校にいるはずだ。多分自主工場のあたりだろう。そうか、うん、ありがとうよ。あんた菊永さんと本当にやる気かよ。ああ、ああ、俺は必ず黒心連合をぶっ潰す。だから菊永も避けては通れねえんだ。やっぱ有名人なんだな。あんたは強いけどよ、菊永さんにはかなわないぜ。あの人の強さは半端じゃねえ。そうかい、それ楽しみだ。あの人は化け物だ。気ぃつけるこったな。お前どっちの味方だよ。お前さっきより顔つきが男前になったな。け、さっさと行きやがれ。ああ。ああ。そっか、菊永さんって超強えんだな。怖えんだけど大丈夫かな。もしかしてもう高島は菊永と勝負してんのかな。助けてー。じゃあ、また乗り込むか。おれ、おい、大竹がやられた。行って。ナイスヒロシ、助かった。ああ、多い。多いな。やっと菊永に会えるぞ。くそー。書いてるわ、暴走工業高校って。とんだ手間使われたな、ほんとにもう。え？ちょ、あー、めっちゃ絡まれるな。おれ、へー、すげえ数だな。どこだ、菊永探すぞ。かかってこいよ。おれおれ、ナイスヒロシ、いいぞ、あとは任せる。よーし、ナイスだ、よくやった。菊永どこだ？ん？よーいしょー！必殺技でバチコリやる。ちょ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 、いってててて、いってて、あっ、なろ！てめえ、よくもやりやがったな。おい、おれ、おれ、おれ、よいしょ。殴り込みも殴り込みだな、ほんとに。あ、ちょっと早くしよう。なんで大竹あんなに遠くでやってんの。こっち来ないよ。あ、来た来た来た。よーし。いやー、また強くなっちまったな。うお、足の速さがすげえ上がった。なんで？菊永どこだ？ほんとにどいつもこいつも邪魔だ。喧嘩上等って控えめに書いてあるな。いや、マジどこにいんだ、菊永。実習室っつってたけど、どこが実習室か全然わかんねえんだけど。土地勘ねえよ、この学校のさ。どこだ。おお、あそこか。あっ、高橋やられて、高島、高島やられてんな。おめ、さすがに一人じゃ無茶だったんじゃねえか。くそ、すっげえ数。おれ、
すげえ数だ。おれ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 、高島 M やられてたの。くっそ、よし、うわまだいる。でくわー、すげえ数だな。あー外した、くっそ、数が多すぎるな単純に。あー、くそ外した。おれおれ、あーすげえ数だ。うわ、あれ効くのか、あれが鉄パイプ持ってる。嘘だろ、お前あいつ武器使ってくんのかよ。あの高島が一瞬でやられてるけど、あれなんだ、あれ怠慢でやられたのか。だとしたら相当やべえなあいつ。だとしたらクソ強えぞ。いや行くしかねえな、高島を助けに行くぞ。よ、やられてる。高島、どれだてめえは。あれが来たの、雑魚野郎の連れか。雑魚野郎ってお前嘘だろ。暴走工業番長菊永洋平、鉄パイプ持ってんじゃんこいつ。シャバ国連合四天王の一人であり、あ、四天王なんだ。荒くれもでひめき合うこの暴走工業を力のみで支配した男。やば、相手を完膚なきまでに叩き潰す残忍冷酷な性格で、うわ悪い、仲間からも恐れられるまさに狂犬である。狂犬、うわ。おい高島大丈夫か。やべえやつだな。大将、すまねえ。おい、こら、何を涙頂戴してんだ。おお、てめえは何者だ。うえ、狂犬だな。俺はお前を倒しに来た極東高校の番長だ。大将、こいつの強さは半端じゃねえ。高島がそうやって言ってんのかよ、相当やべえなこいつ。お前はゆっくり休んでけ、こいつは俺がぶっ潰す。はあ、俺を潰すだと。おめえ頭いかれてんじゃねえか。どっちがだよ。ああ、おめえら。お前もこいつみたいにボロ雑巾にされてえのか。生きてんな。菊永さんに勝てとでも思ってるんすかね。国進連合の四天王に。菊永さんはここいらじゃ最強だよ。うわ、ここいらじゃっつったら絶対怒るだろ。ここいらってどの辺だ。もっとでけえスケールで話せ。殺すぞボケ。こわっ、すいません、イカれてんな。狂犬だわこりゃ。お前仲間を何だと思ってんだ。ああ、仲間、こいつらのことか。なあおめえら、俺の仲間か。ちげえよな、俺の手下だ。うわ、はい、その通りです。うわ、イカれてんなこいつ。こいつらは俺の手下で、ただの兵隊だ。どうやらおめえは匂うほど腐りきってんな。うわ、だと、カスガ、とりあえずぶっ殺す。お前には絶対に負けねえ。こういきくなが、やるか。3人か、敵も。よし、ここでアイテムよ。この攻撃力アップ30秒。これを使っていちち必殺技をぶち込む。おれ、いくぞ。容赦すんなよこんなクズ野郎に。おれ、いいぞ。あれあれ、いいね、もう3対1や。フルボッコにするぞ、あと任せろ。攻撃力アップしての、あら、何のその技、
何もできねえ。おれおれ、行くぞおれ、おいしゅう、おれおれ、しばけしばけしばけ、こんなクズ仲間を何だと思ってな、このクソイカラ狂犬野郎が。おれおれ、うぶね、ヒロシ大丈夫か。あ、ヒロシやられた。マジかよ、あのヒロシ一発か。おれおれ、うぅ、しやったぜ。俺の方が強かったな。ヤスオめっちゃ強くなってるな。どんなもんや大将、やっぱ強えわ。どうした、ここいらじゃ最強だったんじゃねえのか。かっけえ。負けちゃいねえぞ。キクナガさん、かっこいいな、ヤスオ。負けちゃいねえ。てめえの負けだよ、キクナガ。かっこいい。キクナガさん、おめえは道具としか思ってなかったこいつらが、おめえのことこんなに心配してるじゃねえか。ちゃんと仲間がいるんだよ。かっこいいな。キクナガさんは一人でも十分強いじゃないですか。あんな黒心の下についてる必要なんかないっすよ。お、キクナガさんらしくないっすよ。おお、わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ、こら。俺は誰にも負けねえ。俺が最強だ。まだやんのか。なんだよそれ。一からやり直しましょう。いいやつだなお前。キクナガさん、バチョ、俺らどこまでもバチョにつけていきます。お前らめっちゃいいやつじゃん。おめえらめっちゃいいやつらじゃん。お前は確かに強い。でも俺に負けた。俺とお前に差があったとすれば、守るものがある。それだけじゃ。いや、いいなぁ。めっちゃいい。ちょっとなんだ。すまねえ。いい関係性だな。守るものがあるのとないとじゃ、気合の入り方が違うんだよ。わかるだろう、キクナガ。言うねえ。なんだ。次は、黒心連合を四天王としてではなく、暴走工業のキクナガとして。お前を必ずぶっ殺すから、それまで誰にも負けん。気絶した。負けんじゃねえ。そう、こいつの大概系入ってんだ。嘘だろ。いつでも来い。俺は極東高校番長だ。逃げも隠れもしねえ。かっこいいな、どっちも。キクナガさん狂ってんな。あんたって人は渋すぎるぜ。マジで惚れたぜ。なあ高島、俺はそんな趣味ないからな。俺だってなんだよこれ。国心連合四天王の一人、こいつ四天王だったんだね。この喧嘩を最後に連合から離れた。後の暴走工業には鉄の結束が生まれ、初代番長キクナガの伝説は後々まで語られることになる。ほう、気になるな。うわ、俺何もやってねえみたいになっちゃった。いやー、でも面白い展開になってきたな。これでじゃあ四天王を一人落としたってことかな。そういうことだね。はい、暴走工業制圧。いや、よかったわ。じゃあキリがいいんで、今日はここで終わりにしましょうかね。じゃあ、あと四天王3人を倒せば
黒幕が見えてくるっていうところなのかな多分。あ、なんか久々ぞ。ドロップキック、顔面持ち上げパンチ、激しくボディゲリー、破壊の強肩、菊永さんが使ってたやつか。そっか。はい、ということでね、キリがいいので本日はここまでにしたいと思います。はい、楽しみになってきたね。残り四天王3人ぶちのめして国士リンゴをぶっ潰してやりましょうかね。いやー、次誰だろうな。公立館高校とかそろそろ出るのかな。さっき名前チャーリーだったかな、前回出たやつもいるし、まあ気になるところだけど、また引き続き頑張っていきたいと思うんで、また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。